おめでとうございます。ありがとうございます。逆転勝利でした。まず今日の試合振り返ってもらえますか。まあ、最初に失点してしまってチームとしてその入りから立ち上がりからそのアグレッシブに行くっていうことはその叶わなかったんですけど、チームとしてそこからしっかり自分たちがやるべきことを真摯に取り組んだ結果が今回の逆転勝利という形につながったのかなというふうに思います。早い時間の失点でちょっと折れちゃうかなと思ったんですけど、全然そんなことなく自分たちのもう一度押し返していこうという気持ちが伝わってきましたよね。そうですね。チームとしてやっぱりなかなか逆転勝利が少ない中で先制点取られると チームとしてどんどんこう塞ぎ込んでしまうような傾向にあったので、やっぱチームとしてもそこは絶対に変えていかなきゃいけないという強い決意を持って臨んだ結果が今回の逆転につながったのかなと思います。まあ、今日3ゴールだったんですけれども、そのうち2得点に絡みました。まあ、1点目の小池選手のゴール、まあ、起点になりましたけれども、あのシーンどんな風に感じていらっしゃいますか。そうですね、やっぱりあそこのその山君に上げたシーンで9番ポストゾーンで相手の逆サイドのそのサイドバックがすごい絞ってくるんで、そこの裏っていうのはすごいチームとしても狙ってるとこだったんで、その練習通りの結果が結びついてよかったです。小池選手へのクロス、まあ、3点目なんですけれども完璧だったんじゃないですか。そうですね、まあ、別にどこ小池選手見てなかったんですけど、あそこら辺上げたらまあ誰かいてくれるだろうと思ってまあ、信じた結果が今日出てよかったです。はい、でもただ今日は本当にゲームの中で存在感を示すことができたと思いますが、ご自身としてはいかがでしょうか。そうですね、やっぱり本当に J2 はもう何試合も続くんで、この1試合1試合のまあ結果もすごい大事、もちろん大事なんですけど、シーズン通して活躍してたなって見てて思ってもらえるようなプレーを見せ続けたらなと思います。最後にサポーターの皆さんに一言お願いします。今日の試合ありがとうございました。今日はすごい先制点取られて難しい展開だったんですが、本当にサポーターの方々の応援が力になって、逆転することができました。シーズンはまだ続きますので、今後とも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。